こんにちは、シュウです。今回は封印 80% で100回ダンジョンに入って何回封印を弾くかやろうかなと思います。検証動画的な感じだね。じゃあやっていきましょう。もちろんね、確率なんで偏ることは全然あると思う。なんだけどこういうのね、多分うわいきなりこういうので多分やってる人いないと思うんだよ。なんでちょっと一回確認も込めてね、別に私はガンホーさんを疑ってるわけじゃないよ。いや 80% ないんじゃないかなみたいな疑ってはいないんだけど、みんながね疑ってんじゃないかなってことでやります。これを100回やります。だから残り99回だね。弾け OK。 やっぱ弾く方が、まあそうだよね、ちょ弾くのが当たり前みたいな猫あるよね。なんで残り98回やります。カットします。よし、カットはするんだけど、これ多分ノーカット版であげようかなと思う。なんか雑談とかもやってやろうかな。すげえ、これ今ねペンでね、わあやっぱ弾くね。ペンでね紙に書いてんだけど、なんかエクセルとか上手いっていうか、分かる人ならなんかポチってやってスッてやればいいんだけど、私そんなの全然分かんないからさ、まあ、とりあえずメジャー落下帳位置がね、これ1月のダンジョンで1回、そうダンジョンでね1回目に封印してくる敵ってそんないないんだよ。火曜ダンジョンってしてくんのかな、なんか仕様変わったんだっけ。なんで1月中にやっときたかったんで、今4回目だね。で、次5回目です。メジドラ降臨。ちょっとね、雑談もしながらやっていきたいなと思う。あ、そう、今日ね、なんかいろいろ情報来たね。あ、やっぱ弾くね、弾く。この企画重要あんのかな。やべえな、この企画。やべえ。まず、ランダムがね、なんか毎週来るみたいに来てたよね。6月のなんとか。6ヶ月。お、弾くね。え、すげえ、めっちゃ弾くんだけど。さすが封印 80% だな。あ、で、魔法石毎日だから最大28個もないんだよね。なんかすごいね。最近ね、私モンストたまにやんだよ。最近モンストたまにやるんだけど、結構ね、モンストって本当にログインするたびにもらえるイメージなんだよね。その、魔法石、オーブが。なんで、パズドラもこう、なんか、ログインするたび、なんか昔そういうイメージがすごいあった。ログインするたびにもらえるみたいな。ただね、これなんか昔感じゃないけど、すごいいいなと思う。で、第2弾。ああ、やったじゃないけど、久しぶりに食らった。今2回目だね、封印食らったの。やば。トーク持たね。ただでさえトーク持たねえの。このノーカット版、やろうかな。なんかもうここもカットでいい気もしてきたけど、なんかね、ちゃんとやんないと。100回やってないんじゃないかみたいな声は、まあ、どうせあんまないと思うんだけど、一応やっておきます。今ね、あれやって9回目。次で10回目です。OK、次で10回目。メジェドラ降臨。はい。で、ランキングダンジョンね、これ毎週あるんですよね。で、これ、王冠ってないのかな、王冠の概念、王冠。まあ、別にあってもなくてもどっちでもいいんだけどさ。っていうかさ、ランダムって廃止した方がいいと思うんだよね、結構真面目に。なんか結構周りの声とかツイッターとかでもさ、王冠取れなくて引退みたいなことを言ってる人いると思うんだよ。それかなんか救済とかあってもいいと思うけど、なんか取り逃した人用に救済イベントみたいな。あ、3回目の封印。今11回目だね、合計。そういうのないのかな、絶対あった方がいいと思う。例えばコンプしてる人いると思うじゃないですかね、いると思うんだよね。なんだけど、コンプしててさ、一回でも取り逃したらすげえ、うわ、マジかって言ってすごい慣れちゃうと思うんだよ。なんで、廃止にするか救済してもいいと思うんだけどね、どう思います？私コンプしてんだけどさ。なんかそういうのあってもいいよね。なんか最初の方だとみんなやってさ、プラスだったけど、今マイナスじゃない？本当に、ランダンって。すごい、マイナスのイメージが強い。あれさ、まあ、ランダンってさ、確かさ、王冠30個で落ち込んなしばっちもらえるんだよ。それで終わりなのかな？それ、以降もずっとさ、ランクみたいな感じで上限なくずっと行くのかな？どうなんだろうね。てか今、王冠って何個なんだろう？全部。わかんねえや。弾け！あ、やっぱ弾くね。今11回弾きました。これね、間違いあるかもしれないけど、間違ったら許してください。でも間違いなくね、なるべくやんだけど、間違いは若干含まれそうかな。ちょっとランダムの報酬見ます。なんか読みがもらえるみたいな噂聞いたな。わー、久しぶりに食らった。あ、でも本当に 80% ぐらいになりそう。弾くのと弾かない確率が。ちょ、待ってね。書きながら、情報見ながら、
パズルはしてないね。ダンジョン入りながらでちょっとね、操作が多い。弾け。わあ、いいね。ちょ、待ってね。今、ランダムの報酬見ます。ランダムの報酬。あ、ホルスなんだ、最初。これ4秒パズルなのかな ?4 秒パズルっぽいね。組めるかな?でも6パー以内なんだよね。6パー以内。6パー以内なら割と、なんか何回かやれば、すごい人なら普通に1回とかで終わりそうだけどね。何回かやれば、いけんじゃないかな。ちょっと待ってね。すげえ大変だな、これ。はい。すごいね。6パー以内結構もらえるものが多い。ルージュももらえるし、ガチャも引けんだ。あ、弾いた。竜冠士、竜啓士ガチャじゃなくて、なんだっけ?竜剣士ガチャ引けんだもんね。まあ、そこはあんまり、需要なくはないかもしんないけど、竜剣士ガチャ引くぞってやって意気込む人は、やべ、ゲップですよ。そんないないんじゃないかな。あ、いいね。弾くね。あ、今15回弾きました。はいよ。多分ズレがないと思う。ズレあったら、ま、そこら辺はさっきも言ったけど、ご了承ください。はいよ。これで20回目だね。20回目。うん、で、ああ、そう。2月のクエストね。これ、あと数時間後に日付変わるんだけど、変わったりやります。とりあえずチャレ中だけ、もしかしたらチャレ級も動画にするかもしれないけど、最近ね、あんまり動画出せなかったんで、まあ、でも1日1本はね、出させていただいてる。で、カミングスーンがめっちゃ多いんだよ。カミングスーンが。弾け。半分以上。半分以上。ちょうど半分カミングスーンなのかな。まあ、6周年記念に。いやでも6周年記念だとさ、そのタイミングでまたなんか出してくるから、そんな6周年記念とはなんかあんまり関係ない気もするけどね。どうなんだろう。うん、いいね。やっぱ弾くね。はい。やべ、なんかガンホーさんに不信感を抱いてるみたいな、この検証ね。80% ないんじゃない?いや、私あると思ってるよ。80% あると思ってるけど、念のためね。なんでも確認しないとわかんないからね。そう、確認ですよ、確認。うん。いいですよ。はい。今ね、紙に正しいって書いてちゃんとやってるからね。1月のクエスト、メジェドラです。あ、今日なんかさ、スーパーハイパーウルトラなんとかムーンある日だよね。なんだっけ?スーパーなんとか、スーパーだけ覚えてんだよ。スーパーなんたらなんたらムーン。あれみんな見れんの?あれどこで見れんの?どこでも見れんの?日本なら。なんだっけ?スーパーが、なんか大きいんだっけ?普通の満月より。で、なんとかが、確か2回目なんじゃなかったかな?満月か、今月。で、なんとかが、確か皆既日食がなんとか日食で赤っぽく見える。赤く見えるのかな?お、久しぶりに食らった。今25回終わりました。見たいな。そう、さっき YouTube ポチッと押したんだよね。そしたらなんか、どっかのなんとか新聞さんかわかんないけど、生放送やってたよ、その、スーパーなんとかムーンの。でもさ、スーパーなんとかムーンさ、別に、早送りとか、リアルでやってるからさ、早送りとかないからずっとその光景なんだよ。それをじっくり見るのもなんか、めんどくさいっていうか違うなと思って見てないんだけど、まあ、もしよければ見てくださいみたいな。なんか、明日ぐらいにまとめみたいに出そうだけどね、その、早送りしたみたいな。あれなんかすごいんでしょ?何百年に一度とかなんだっけ?スーパーなんとかムーン。でも私ね、あんま興味ないんだよね。全然興味ないんですよ。まあ、見れんなら見たいけどね。多分見れないでしょ。なんかああいうのって見れる環境でもさ、なんか雲とかあって結局見れないみたいな多くないですか?なんで本当になかなかないよね。ああいう何百年に一度の夜空にある系。あ、みんなあれ見たことある?隕石じゃなくて、流れ星。私流れ星なんと見たことあるんですよ。結構流れ星ってそんなに見たことある人、いないんじゃない?私もほとんどないんだよ。おは、流れ星だったって。なんかよく流れ星にさ、願い。なんか、願い事を3回言うとかなみたいなのあるよね。だからそんなのさ、実際流れたら言えないからね。こうやってね。あ、流れ星来た、腹減った、腹減った、腹減ったみたいな。そんなの言える人多分いないんだよ。OK。5、10、30終わった、30終わった。30回終わった、やったあと、残り3分の1。トークが持たねえな、もう。もう、渾身の今、スーパーなんとかムーンの話したんだけどな。
やべ、ネタ切れか。なんかパズドラ情報あったっけ。情報あんなら喋りながらやりたいんだけど。走ったね、今。ちょっと待ってね。オッケー。ちょっと一回パズドラの情報見まーす。はいよ。あれ、どこで見んだ。待ってね、カミングスン以外の情報見たいんだけど。お、いいね、弾いた。あ、5、10、15、25回今弾いた。25弾きです。25弾き。あ、なんか、ガンホさん、なんか、アプリ出すよね、サッカーの。正直、あんまっていうか、多分一回もやることないと思うんだけど、なんだっけ、カルチョファンタジスタ。多分やんないかな。やんない。皆さんやる、多分やんないで、いや、やんないでしょって言い方もなんか悪いな。なんか前、あれ一回ですよね、なんとかなんとか。なんだっけ。ガモさんなんか出してたよね、アプリ、パズドラの。忘れちゃった名前。あれもやってないんで、多分やんないと思う。オッケー。弾いて。そうですね。やべ、なんも話広がんね。やべ、なんかただ悪口言って終わったみたいな感じになってるけど。はいよ。そんな感じかな、パズドラ。パズドラね、最近っていうか先週がね、ほとんど情報なくて、究極今月一回もないみたいな、ちょっと、疑惑になってたんだけど、明日あんのかな？明日、あ、そうか。もう今月今日で終わりだから。本当に一回も究極ないのか。まあ、6周年になんか来るでしょう。あ、そう。今日ゴッドウェス来たんだよね。で、ゴッドウェス動画撮ろうかなと思ってたんだけど、どうしよう。あんま弾きたくないんだよね。一周なくなるから。なんすけど、確率表記されて初めてのゴッドウェスってことで、弾いときたい感もある、正直。あの、検証も兼ねて弾きたいし、なんで弾きたいんすよね。弾こうかな。どうしよう。オッケー、弾いた。あ、今30回弾いた。弾くか。ただ、これやるのにちょっと石が必要だったんだよ。最初これ、この検証動画撮るかゴッドベース弾こうか悩んでたんだけど、これ結構割と石消費すると思うんだよね。この、無駄な。無駄な誰に需要があるかもわかんない、この動画ね。オッケー、弾いた。よいしょ。いいよ。わあ、もう喋ることないな。ああ、そういえばさっきあれ見てたんだよ。カラオケバトル。皆さん見た？大学生がなんかのカラオケバトル。みんなうまいね。みんなうまいね、歌、ほんとに。いや、うまいねって言うとなんか上からだよね。ああいうの何て言うんだよ。お上手ですね。これもなんか上からだな。すごいうまかったんだよ。やっぱすごいよね。なんかガタイいい人、ちょっと太ってる人の方がなんか歌うまいイメージがある。やっぱなんか、声域、声のあれがすごい広いのかな。うわーみたいな感じでね。そう、やっぱ、私も歌ってみた動画ね、出したかったんだけどね、ちょっと、歌力が少ないんですよ。絵は上手いんだけどね、歌力がちょっとないんですよね、僕。てか、全然食らわなくね、冬に。やばこんな端くんだ。もう 80% だからね、まあ、偏りはもちろんある。これ、実際のとこ 50%、50% ぐらいに、ちょっとなんじゃねえかなっていう疑惑も若干あったやつ、すみませんが、アホさん。あったんだけど、いや、予想以上に走ってびっくりだわ。あじけ。まだ半分もいってねえのか。今ね、5、10、20、30、40か、40。今41回目。もうすぐ半分だね。もうすぐ半分。歌ってどうやって上手くなんだろう。やっぱさ、カラオケ毎日あんないけど、結構行くしかないのかな。なんか多分黙ってて上手くなるみたいなことはないと思うんだよね、正直。寝て起きたらめっちゃ歌上手くなってた、みたいな。多分そういうのはないと思うんだよ。やっぱ練習、日々の練習みたいな。大学生さんが出てたんだけどさ、そう、路上ライブとか、そういうのもやってる方がいて、やっぱそういうの大事なんだなと思った。でも結構路上ライブって勇気いるよね。人前でね、こう喋るっていうので。まあそれが練習になるのかもしんないけど、みんなできる路上ライブ。まず私楽器弾けねえか。ああ、路上ライブって楽器いんのかな？一人でやんの。マイク一本でやんのかな？そこあんま見てなかったな。いや、でもさ、その楽器ないなら逆にすごいよね。マイク一本でその人を引きつけるみたいな。うわーみたいなね。やべ、なんか今ちょっとバカにしたみたいだったけど、別にそんなわけじゃないですからね。ああ、今日ボルトも入ってたんじゃない？ボルト見てねえな。ボルトね、毎週録画してるから、まあ録画されてんだけど。あ！ああ、まだか。今50いったなと思ったけど、まだ50いってなかった。
やべえ、喋ることがないな。明日は木曜日。てか、パズドラって木曜日結構イベントが多い気がする。なんか明日来んのかな？ 2 月初めだし。コラボ？別になんかあんま来てほしいコラボとか特にないな。皆さんあります？なんか、なんとかコラボ来てほしいみたいな。私特にないかな。ワンピース、ワンピース絶対来ねえな。ワンピース、なんかさ、他のソシャゲでやってるゲームだとさ、なんかコラボの可能性ワンチャンないっすか？例えば、進撃の巨人とか結構他のアプリでもやってるじゃないですか。なんで、もしパズラが仮に、まあ、来てんだけどさ、進撃コラボ来てなくても他のソシャゲで、そのコラボあるから、進撃来そうだな、みたいな、まあ、来てんだけどね、パズドラは。ありそうだけど、他のソシャゲでさ、コラボないと、あ、このアニメっていうか、あれは来ないんだな、みたいな。お、久しぶりに食らった。そういうのあるよね。だから、ワンピースとか絶対来ないよね。で、ナルトって前、なんか、消滅都市かなんかで来てなかったっけ？来てない？ナルトね、ナルト好きなんですよ、僕。じゃあ、さっきも今もボルトの話したけどさ、結構見てんすよね。あの、映画も行ったよ、映画。あの、なんだっけ、ボルト、あの、ナルト火影になったやつ。あれも見に行った。はい。OK。やべえ、なんか喋りすぎて、もう、めっちゃ喉渇いた。めっちゃ喉渇いた。あ、すげえ、どうでもいいんだけどさ、モスバーガー食べるとめっちゃ喉渇くの分かる？分かります？なんか生放送みたいだな。私、モスバーガー食べるとすげえ、まあ、ほとんど食べないんだけどね、ごく稀に食べて、食べた時めっちゃ喉渇くんだよね。あ、50回終わってる！あと半分だ！やった！ほんとめっちゃ喉渇く。やっぱしょっぱいのかな、モスバーガーって。ハンバーガー、マックとかなんないんだよ。喉渇くの。めっちゃほんとにやばいぐらい喉渇くんだよ。OK。いやー、やった！ 52 回目今回。弾け！いいね、弾くね。よいしょ。はい。で、明日木曜か。あ、木曜といえばポケモンだよね。ポケモンでも見なくなったな。XYZ まで結構見てたんだけどな。全然ほんと一回も見てないレベルかもしれない。初回だけね、ちょっと気になってみたんだけど、なんか絵がね、あれでちょっとなんか、でもなんか内容は面白いって聞いたな。なんかコメントでもらったわ。内容面白いですよ、みたいな。と思って。でも見てないですね。なんか今から見るとわかんなくない？内容とか。そう、なんかさ、アニメって途中から見るとわかんないよね。例えばジャンプとかでもさ、例えば、アニメ派の人がいました。で、ジャンプ読もうと思って、ジャンプ読み、先の内容知りたいなと思って見てもわかんないよね。その、アニメとジャンプだとジャンプの方が先進んでるからさ、そこがアニメのちょっとね、ついてけないみたいな問題になってたよね。そう考えるとやっぱドラえもんって強いよね、ドラえもん。ドラえもんだとさ、なんか、一個で終わりじゃん。一個で終わりっていうか、日本語が下手だな。だから、そういうの考えるとドラえもんはすごいんですよね。ちょ、待ってね、今、ぼーっとしてた。今、どこ行けばいいのかなってわかんなくなった。これやります。で、木曜、トンネルズとか昔見てたな。トンネルズのおかげでした、皆さんで、みたいな。これ、雰囲気 80% だよね。今、ここに来て、その、あれはまずいんだけど、80% あるよね。トンネルズね。あれ終わっちゃうよね、トンネルズとめちゃイケ。トンネルズ昔は結構見てたんだけどね、最近見なくなっちゃったんだよ。なんか男気じゃんけんとかね、あって、よく見てた。うわー、うわ、すげえ、ここに来てめっちゃ食らうようになったな。男気じゃんけんとかすごい見てたんだけど、なんか男気じゃんけんも最初面白いなと思ってたんだけど、なんか人間見飽きるじゃないけどさ、見てたらちょっとなんか飽きちゃうのかな。なんか見なくなっちゃったんだよな、あんま男気じゃんけんも。なんかで、男気じゃんけん前見たら変わってたな、ちょっと。なんとかじゃんけんになってた気がする。男気ではなく、なんだっけな、あんま覚えてないな。皆さんも男気じゃんけんやったことあるんじゃない？なんか10円ガムに行く男気じゃんけん、じゃんけんぽいやった20円だみたいなね。はい、面白くないですね。すいませんでした。やべえ、なんかもう声が出なくなってきた。声が出なくなってきた。あ、いいね、弾きますね。めっちゃ弾くな、ほんとに。封印 80% って伊達じゃないね。なんかいつもさ、闘技場やっとかやってるとさ、また封印 80% 食らったよ、みたいな感じだったけど、やっぱ基本的に弾くんだね。ごめんなさい、ガモさん、ほんとに。食らうんかい。あと1回で60回、あと1回で60回。やばいな。あ、なんか曜日の話すればトーク持ちそうだな。今、水曜日の話して、木曜日の話してたもんね。木曜かなんかあったっけな。あれかな。
グルナイ、あ、グルナイね。あれ、新メンバーさん加入してたよね。皆さん見ました？新、あ、やべえ！一回どっかでずれてる。一回誤差出てる。うわ、どっかで一回だけ誤差出てんな。10、20、30、40、50、60、10、20、30。一回だけ誤差出てる。うわ、やばい。60一回にしとくか。ちょっとわかんない。一回ここで誤差出ました。誤差入りました。誤差一本入りました。まあ、しょうがない。そう、やっちゃった。今まで完璧なあれで言ってたんだけどな。まあいいでしょう。はい、62回目ってことにします。もしかしたら61回目かもしれない。ごめんなさい。はじけ、何の話してたっけ。あ、グルナイだね。グルナイ若いね。新メンバーさんが若い。そうね。お金払えるんだね。あれすごい高いよね。なんか10万とかあるよね。結構グルナイはね、たまに見る。はい。いや、でも国分いなくなってほしくなかったな。去年、国分別にファンってわけじゃないんだよね、特別。なんだけど、やっぱずっといたっていうのがすげえでかいと思うんだよ。結成当時から、そのぐるない、ワンから。それがね、いなくなるのはでかいね。だから応援したんだよね、国分残れ残れみたいな。なんだけど、いなくなっちゃったね。OK、アジータ。うわ、くっそー、どっかで一回ミスあったの、マジ悔しいな。マジノーミスできてたんだよ、ここまで。今ね、弾いた回数と弾いてない回数と実装した回数。だから弾いた回数と弾いてない数を足したら実装した回数なんだけど、そこでズレが生じたんだよね。20回弾いて20回弾かなかった、20、20、40回実装したっていう感じでやってんだけど、うわ、くっそ、どこだろう、どこでミスったんだろうな。OK、65回終了。やばい、もう私のトークが持たない。トーク、トーク。あー、ちょ見て、ちょっとトークの前にどうでもいいんだけど、ちょ見てくれ、みんな。今、65回でちょっと、私の自慢タイム入ります。自慢タイム入ります。見て、全、これ作ったっす。なんか5体必要説出てたから、オーグ。ちゃんとスキル間にもした。でも意外と簡単に作れた。いや、まあ、文法は必要だったから。まあ、文法ない人だとこの意外と簡単って言葉はすごい全然矛盾してんだけど、文法さえあれば結構ダンジョン入ればね、すぐ、まあこんなんね、作ってもそんなにあんま意味ねえのかもしんないけどね。結構マルチ前提みたいな感じになってきてるもんね。で、私そんなマルチやんないから、もしかしたら一回も使わない説も全然あんだけどね。まあでも一応ね、念のため作っときました。いや、でもマルチでのグリムジョーの周回の必要性のヤバさがヤバいよね。なんかいつも編成見るとグリムジョー複数体入ってんだよ。私1体持ってんだよ。なんだけど1体だとね、お、すげえ、いきなり始まるようになってきたな。1体だと本当にあんまり少ないんだよね、周回ってなると1体編成っていうのが。基本2体、2体以上なんだよね。なんかさ、ブリーチコラボね、もう終わっちゃったもんね、ブリーチジャンプのアニメが。ブリーチも昔見てたんだよ。なんだけどね、あの、アイゼン、そう、結構言われてんのが、アイゼン倒したあたりから結構ね、あんま見なくなっちゃって、割とそういう人多いんじゃないかな。はいよ。あ、で、アニメの話つながりでいくと、前、ジョジョの5部がね、アニメ化される疑惑みたいの出てたんだよね。まあ、正式にではないんだよ。なんとかなんとかが何回なって、それが、なんとかでもしかしたらなるみたいな。私、1部から4部までしか読んでないんだよ。で、アニメで見たいね。まあ、コミックでももちろんいいんだけど、アニメで見たい感がすごいある。なんで、5部ね、アニメ化されたら本当に熱い。ジョジョ見てない人見てほしいな。すげえ面白いから。はいよ。あ、今70回。お、すげえ、もう、あ、残り30回じゃん。もう一瞬だな、一瞬。これ何分動画経ってんだろう。なんかひたすら喋ってる気がすんな。はじけ。うん、いいよ。やべえ、トークがなくなってきました。はい。はい、はい。1月のクエストだ。いや、でもこれメジドラあってよかったな。これ水曜ダンジョンって弾いたっけ、封印。なんか昔は弾いたけど、なんか曜日ダンジョン系変わったじゃないですか、若干。で、初ターンでね、封印飛んできたか覚えてないな、水曜ダンジョン。てか今、モンポで変えちゃうからね、あの、あれ系が。だから結構課金してる人だと簡単にね、素材集まっちゃう感は正直あるけどね。昔とかダブミス、あれが本当にね、すぐなくなっちゃうんだよ、ダブミスの。結構ほとんどの場面でダブミスが使われるんだけどさ、
あれがね、すぐなくなっちゃうんですよ。ただあれ買えちゃうからね。まあそんな買ってる人もしかしたらいないのかな。課金してる人だけで、そんなにいないのかもしんないけど、ちょっと待って、もしかしたらパズドラの情報来てるかもしんないな。若干見よう。いや、来てないね、来てない。あー、でも昨日なんかレーダー？あ、今回のパズドラレーダーなんかさ、なんかやれば、なんか呼ばれんだっけ？私全然やってないからあれなんだけど。いや、レーダー皆さんやってんの？これ結構たまに動画で言うけどね、みんなレーダーやってるみたいな。レーダーねー、ルール覚えるのがめんどくさいんで、あ !15 回封印食らいました。10、あ、待って、15回封印食らった。あと5回封印食らえばちょうどの確率だ。なんならぴったし終わりたいな。今15回封印食らって、それ以外走ってる。あー、すげえ、スタミナ、スタミナ回復で石が持ってかれるよ。レーダーね。はじけ、オッケー、ナイス。今はね、何回だ ?76 かな。ここのさ、テクニカルとかさ、ノーマルとかスペシャルで、ここにレーダーとかあってもいいと思うけど、なんかそしたら手軽に押せない？あ、レーダー行ったみたいな。これ、メジェドラですね、メジェドラ。とりあえずね、6周年に結構、なんか来んじゃないかなと思ってる。でもさ、過去の5周年、4周年思い出した時にそんなに出てこないんだよね、何かあったかな。去年なんだっけ？これ前も動画で言ったんだけど、あれかな？毎月恒例、毎月5体ぐらい究極？降臨モンスターが究極みたいな感じなのかな。なんかそれ去年だっけ？なんかあったよね、そういうの。でもなんか今の時代降臨でね、あんま究極しておってなるモンスターいなくないですか？ヘライースとか究極ヘラースとか究極しておってなる未来が見えないよね。もうあの子は究極してんだけど、分岐とかで。ヘライース、ヘラウルス。逆にあれでおってなる究極来たらびっくりだわ。だから最近のね、やっぱルシャナ、ジルレガートだっけ、あいつらは普通に強いよね。まあ、最近っていう表現もね、あんまり来なくて、あれだもんね。はい。昔結構来てたけどね、本当に。あ、ちょ、話題変わんだけど、あさってからね、モンスト FF コラボ組んだよ。それがちょっと楽しみ。はい、この話やめます。あ、5、10、15、20、25、30、60、70、80!80! あと20回やった !20 回で終わる、あと20回。あ、なんかちょうど本当に確率通りになりそう。すごいね、やっぱ。確率って偉大だね。あ、そうなると確率、あれ、フェス限 0.6% なんだよ。あれですよ。フェスゲン。ゴッドフェスの。0.6 引ける気しないなぁ。パズドラのさ、いやでもこれゴッドフェス、いやいいか、ゴッドフェスでもこの話するし、今もしよう。0.6% なんだよね。で、昔さ、かける超絶10倍みたいなのあったじゃないですか、ゴッドフェス。で、今回の仮定だと、仮に仮定すると、0.6% だと。で、かける10倍だと6%もなかったよね、ヨギソ通す。だからもしかあれかける10倍、相当確率、元が 0.1% でかで、かける10で 1% とかだったんじゃないかな。そうだよね。だからもう10倍来ないのかな。いや、そうだよ。今10倍来たら 6% だからね、6%。6% なんてもう一瞬で出ると思う。あ、ちなみに、パズドラのフェス券が 0.6% なんだよ。モンストのなんかフェス券？フェス券？超自由審査、フェス券。が、0.4% かな、確か。なんで 0.6 と 0.4 だからね、そこだけ見るとパズラの方が優しいのかなっていう感じはある。そこだけ見るとね。そう、出やすさ。いや、私もちょ、モンストの話していいですか？すぐ終わる。マナがマジで出ない。3万ぐらい今月課金してんだけど、出ねえんだよ、モンストマナ。はい、終わります、この話。はじけ。オッケー。やべ、終わりが見えてきた。85回。そう、トークにも終わりが見えてきたけど、これにも終わりが見えてきた。結構いい感じ。メジェドラ降臨。やっぱメジェドラいいな、これ本当に。今月できてよかったな、ここ。いや、実はこれね、前コメントでもらったんだよ、これ、こういう。封印 80% 検証して、みたいな。なんで、ちょっとコメントにもね、若干最近頼ってます。そう、私ね、意外とコメント見るんですよ。で、コメントでね、なんかアイディアをくれたら、たまに、ちょっとご採用させていただいてます。あ、これやりたいな、みたいなね。他にもなんかあった気がすんな。最近コメントを採用させていただいた。なんだっけな。なんだっけな。なんかあったな。なんだっけ、思い出せねえや。はい、とりあえず諦めて。やべえ、ほんとぴったしで終わりたい。
すごいね本当に確率って。16回封印食らってます。16回封印食らってます。いやーやばいな、これだと弾く回数の方が多くなるな。ここで1回ぐらい封印食らっときたい。ちょっとマイクに鉛筆当たってるかもしれない。ちょっとボツって変な音鳴ってるかもしれない。ごめんなさい、なってたら。ここでトークがなんか持たなくなってきたな。うわ、結構ほんと弾くな。あと1回で90回です、90回。ちょ、待って、1回ゴッドウェス見ようか。0.6% だよね、不安になってきた。いや、全部 0.6 なんだね。フェスゲンの方が出づらいんだ。こういうブリキッド系の方が 0.64 で若干出んだね。1回だけ引いとくか、1回だけ。1回だけ、試し引き。いや金の絶望感。おお嬉しいだ、誰だよ、金の絶望感とか言ったの。ほんと失礼。いや、昔ね、めっちゃ金。あれだってよ、金。金がすごかった。うわ、銀出た。金とかもう5回連続出たらもうハッピーだったもん。うわ、5回も金出た、みたいな。なんだけど、もうそれはね、もう金じゃがっかりの時代なんですよ。いや、ファセット嬉しいな。ファセット嬉しい。まあ、欲を言えばカラットだったけど、まあ、それは欲を言いすぎた。いや、でも嬉しい嬉しい。あ、出るんだ。あれ、これってさ、あれじゃないかいと出なくなかったっけ、色源ダークカーニバルとか。今なんか出んのかな、そういうの関係なしに出んのかな。やべ、弾きすぎ封印。ちょうどぴったし終わりてんだけど。残り9回。なんか途中ね、さっきも言ったけど、若干誤差あったね。誤差あって、もしかしたら99回か101回になってるかもしんない。うわ、すげえな、ほんとに。はいよ。うん。メチェドラ降臨。はいよ。やべ、リアルにトークが持たなくなった。残りね、ほんとにすぐなんだけど。いや、でもこのファセットはマジででかい。あ、無料ガチャね、引けるよね。あれ引いたんだよ。まあ、内容は言わないんですけど。無料ね、無料で引けるのありがたいね。ありがたい、ありがたいです。スカンホザありがとうございます。で、これやって。やべ、なんか、もう喉がめっちゃ乾いてきた。うわ、めっちゃ飲みて。なんかさ、夏とか喉乾いてさ、喉乾いたと思って、アイス食いたいなと思って、アイス食べるときあるんだけど、アイスじゃね、あれ意外と喉潤わないんだよね。潤わないんですよ。で、やっぱ水、お茶、ジュース、ファンタ、サイダー。はい。やっぱ水が一番で、水が。はじけ。うん。やべ、95回来ました、95回。うわ、やべ、またどっかで1回ずれてる。やべ、どっかで1回ずれてる。いや、やべ、待って、なんかした。どっかで1回ずれてる。いや、どこだろう。まあいいや、なんか、ちょっとまたどっかで1回ずれてました。てか、全然封印食らわなくね。96。5、10、20、30、60。96だね、あと4回。わ、どっかで2回ずれてんな。まあ、やっちまったな。これ紙に書いてるからこういうズレがあるんだろうな、きっと。なんか、やっぱさっき見たけど、Excel とかでヒュッてやるとそんなズレがないんだろうな。あと3回来ました、あと3回。ちなみに封印は16回食らってる。だからここで全部食らえば、確率通りじゃない。全部食らっても1回足りない。だから、めっちゃ弾いてる、今回。今回すごい弾いてます。封印欲しいな、封印お願い、封印。封印。うわ、すげえ。あと2回。やべ、達成感が若干ある。若干ね。若干達成感があります。うん。あっちけ。99回。来たー、ラスト1回、ラスト1回。食らいて、封印が食らいたい。封印食らわないとさ、あれなんですよ。ラスト。若干ね、ズレもあったけど、あ、食らった、食らった、食らいました。集計します。ちょっと待ってね、集計、集計。5 10 20 30 40 50 60 70 80 83。のはい、終わりました。はい、集計終わりました。100回行った結果、封印食らったのが17回で、封印弾いたのが83回。ほとんどね、
確率通りだった。ちょ、なんか、ガンホーさんをね、疑ったみたいな動画。いや、別にそういうわけじゃないからね。ただ、検証したいっていう、この純粋な思いでやったわけで。はい、すいませんでした。謝罪動画です。はい、終わります。バイバイ。